こんにちは、ラグプラスノーススタッフの後藤です。今日は腹筋トレーニングを2つ紹介していきたいと思います。1つ目は腹筋の上部で、2つ目は腹筋の下部をご紹介したいと思います。1つ目は仰向けになっていただいて、膝は90度にします。で、手は地面に手のひらをつけていただいて、やる動作は手のひらを前に進めるだけです。この動きだけになります。その時に注意することは、へそを上から覗き込むようにして覗きます。そうすることによって腹筋の上部が効くようになっています。2種目目はこのまま足を伸ばします。手は同じ位置です。で、足を上げ下げするのですが、上げてここまで上げてしまうと腹筋何もきつくありません。なので90度よりちょっと倒す、ここを一番上にします。で、ゆっくり足を下ろして、地面につくかつかないかぐらいのところで上げます。先ほどのポイントまでゆっくり下ろして上げます。ゆっくり下ろして上げます。この時に腹筋の下に集中できるようにしましょう。以上が腹筋のトレーニングになります。このトレーニングをしっかりと続けて腹筋を割っていきましょう。それではみんなもステップ、はい。